こんにちは、皆さん。今回の動画では、近畿地方における総まとめとして、自然環境や歴史的景観の保全に関する取り組みをもう一度深掘りしていきます。人口の増加や産業の発展の中で、近畿地方はどのように自然や歴史的景観の保全に取り組んできたのか？その答えを探り、近畿地方の魅力や課題について考察していきましょう。本編では以下の5つのポイントに焦点を当てていきます。近畿地方の自然環境の特色、琵琶湖と京阪神大都市圏の関連性、阪神工業地帯の環境問題、古都京都奈良の歴史的景観の保全、環境配慮型の林業と漁業の取り組み。1、近畿地方の自然環境。近畿地方の地形は大きく山地と盆地から成り立っています。特に兵庫県の北部や奈良県の東部など山地が広がっており、これが気候にも影響を与えています。例えば山地の影響で雪が降りやすい地域や夏に高温になりやすい盆地などが存在します。この地形や気候の特色は農業や漁業、工業の形成にも影響を与えています。 2. 琵琶湖と京阪神大都市圏。琵琶湖は日本最大の湖であり、京阪神大都市圏の水需要を支える大きな役割を果たしています。特に大阪市は淀川を通じて琵琶湖の水を取水しています。しかし近年の経済発展と人口増加に伴い、水質汚濁の問題が深刻化しています。大阪市の商業発展は淀川河口の港としての利点を生かし、水運の要所として繁栄してきました。3. 阪神工業地帯と環境問題。阪神工業地帯は日本の近代化とともに工業化が進んだ地域です。特に鉄鋼や化学工業が盛んで、経済の発展を牽引してきました。しかし高度経済成長期には大気汚染や水質汚染の問題が顕在化。現在は大企業はもちろん、中小企業も ISO などの環境基準を取得し、持続可能な事業運営を目指しています。 4. 古都京都奈良の歴史的景観の保全。京都と奈良は数々の寺院や歴史的建造物が点在することとして世界的にも知られています。観光客が増加する中、古都の景観保全と現代の都市生活の調和が課題となっています。例えば景観を損なわないような都市計画や古い建築物の修復技術の研究が進められています。 5. 環境配慮型の林業と漁業。近畿地方の山間部では持続可能な林業が進められており、伐採と植林のバランスを持ちながらの経営が行われています。また和歌山県や兵庫県沿岸部では資源保護を目的とした漁業制限が実施され、持続可能な漁業が求められています。これらの取り組みは観光資源としての自然環境の価値を高め、地域の持続的な発展を支えています。まとめ、近畿地方は自然環境や歴史的景観の保全を進める中で、様々な取り組みや課題に取り組んできました。産業の発展や人口増加の中で、どのように地域の特色や価値を守っていくのか、そのヒントがこの地域には詰まっています。今回の動画を視聴すると近畿地方の魅力や課題についてが来ると思います。皆さんの地域にも大切に守りたい自然や歴史があるはず。それを守るための取り組みを考える手助けになれば幸いです。より詳しく近畿地方を探求したい場合は、一連の近畿地方に関するシリーズ内容を参考ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。